人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百基浮かび、人々はその円筒の内壁を人口の大地とした。その人類の第二の故郷で人々は子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半数を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りが過ぎた。大地に立つ。見てろよザクメ。デニム総長、敵のモビルスーツが動き出しました。攻撃します。我々は偵察が任務なんだぞ。ハブンダジーやってやる。いくら証拠があったって。を倒したのは君が。それが本当なら我々に協力してもらいたい。なんで僕がそんなことを。パイロットがいないのだ。頼む。やるしかないんですね。そういうことだ。君が生き延びることを望むのならな。ガンダムを搭載した新鋭戦艦ホワイトベースはサイド7を出航した。それはアムロたちにとって数奇な運命への船出だったと言ってよい。ドッキングベイ出ます。ミノフスキー粒子、戦闘濃度での散布急げ。高熱源体接近。キャッチした。やってみます。
せいだ。逃げろ。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。